ございます。総合 TV の時間です。今日の動画なんですけど、見てください。海が見えるってことは碧南スケートパークに来ています。で、ちょっと碧南スケートパークで、まあ、僕がやれるだけの技をちょっとなんかボックスっぽいものがあるので、そこを使ってね、皆さんに、まあ、トリックを見せていきたいと思います。ついてきてください。ちょっと嬉しいなと思ったのがね、スクーターライダーさっき見えたんですよ。多分親子でスクーター、ほら見える、スクーター普通にやってんだよ。あ、エイタ君、エイタ君だ。いいタイミングにエイタ君に会いました。たこ焼きも売ってます。焼きそばです。焼きそば、はい。ということでね、このボールをハング5って技でちょっと頑張って一周してみるので、何テイクでできるかちょっととりあえずやってみたいと思います。ちょっとこのボックスを遊んでいきたいと思うんですけど、ちょっとフィッシュアイにチェンジで。すごい面白いセクションあるね。でやりたいのが、ここから行ってこっち飛んで、でかなちゃんにちょっとむずいかもしれないけど走ってほしいんだよね。僕についてる感じで、こっから飛んで、ちょっとやってみましょう。はい、ということでトミーがね、この碧南スケートパークのフェンスを越えて技やってたんですよ。いや、僕も絶対それやって帰らないと、なんか今日来た意味ないなって思ってるんで、皆さんトミーのためにもやっていきたいと思います。おめでとう。ありがとう。はい、ということでね、今日の動画もちょっと短いかもしれないんですけど、まあ、このレールでちょっと遊んで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。今日暑いね、意外と。うん、でもなんかロケーションがめっちゃいいから、めっちゃ海外チックですね。はい、とりあえずこのレール遊んでみましょう。ラスト、この逆から入って、逆から入って、逆レールで、おしまいにしたいと思います。これめっちゃ楽しい。でもワックスめっちゃ塗ってあるんで、超滑る。お疲れ様です。はい、最後、いきます。なんかさ、すごいさ、ワックスすべすべだから一瞬でさ、そうなの。だからみんな見たらもうひょんだと思う。いや、楽しかった。そう、碧南スケートパークは僕のおばあちゃんの家に近くて、ね、今からちょっとおばあちゃん家行って帰ろうかなって思ってます。皆さん、この動画を楽しんでいただきありがとうございます。このロケーションいいわ。いいね、なんか気持ちいい。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。で、毎週土曜日投稿してるので、ぜひぜひチェックしてみてください。バイバイ。